早稲田大学4年内野手の菊内俊二です。お願いします。お願いします。出身はどこですか？東京都の世田谷区です。出身高校はどこですか？早稲田実業です。大学で通っているキャンパスはどこですか？高田馬場駅の近くの早稲田キャンパスに通っています。大学の近くでおすすめのスポットはありますか？大学の近くにあるヒロズカフェという沖縄料理のお店があるんですけど、そこはよく、お昼の、時にチームメイトとよく食べに行って、結構美味しいので皆さんにもぜひ、行ってほしいです。休日は何をして過ごしていますか？休日は、大体映画を見に行くことが多いです。最近はちょっとコロナの関係で行けてないんですけども、自粛が明けたら、映画を見に行きたいと思ってます。今欲しいものは何ですか？今欲しいものは任天堂スイッチです。くれる人はぜひ早稲田大学野球部阿部寮までよろしくお願いします。好きな応援歌はありますか？好きな応援歌は、コンバットマーチです。早実時代から慣れ親しんだ応援歌で、コンバットマーチが流れると気分も上がって、いけるぞっていう気分になるので、僕は好きです。他の6大学の大学に仲のいい選手はいますか？慶応大学にいる長谷川颯太選手です。中学校時代から、学校が近くて、なんか区の陸上大会みたいなので知り合って、でそこから共通の友達とかもいるので、まあ会ったら親しく話せる、まあ、他校の選手の一人です。続いては他校の出演選手からの質問になります。はじめに東大の中井選手からの質問です。過去一の自慢話を教えてほしいです。過去一の自慢話は、早実時代に清宮選手にサインボールをもらったことです。明治の瀬山選手から、早稲田の練習できついメニューは何ですか？きついメニューはランニングのメニューで332211というメニューがあるんですけど、ポール間の、まあ、1往復を1として3往復して、でメディシンボールを10回叩いて、また3往復してメディシンボールを10回叩いて、3往復、3往復、2往復、2往復、1往復、1往復っていう、まあ、結構地獄のようなメニューがあります。慶応の正木選手からの質問です。高校時代、山田哲人さんを意識していましたか？はい、意識してました。ちょうどあの時最多安打か何かを、山田哲人選手が取ってたので、まあ安易に取り入れました。立教の山田選手からの質問です。チーム内のライバルは誰ですか？チーム内のライバルは、沢田健太郎選手です。沢田選手は、まあ、チーム内の、まあ、雰囲気を良くしたり、まあ、声かけとか後輩の面倒見もいいので、まあ、そういう部分で、ライバルとして意識してます。法政の岡田選手からの質問です。はい、ミート力を上げる練習方法を教えてください。はい、ミート力を上げる練習方法は、そうですね、まあ、僕もちょっと岡田選手ほどちょっと打ってないので偉そうなことは言えないんですけど、まあ、まあなんか発泡スチロールのボールとかをなんかちょっと微妙に変化する球を打ったりしたらいいのではないでしょうか。
それでは最後にこの動画を見てくださっている方へメッセージをお願いします。はい、ぜひ神宮球場へ応援しに来てください。よろしくお願いします。以上、キツナイ選手でした。ありがとうございました。